はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。いや実はね、今日はちょっとテンションが低いんですよ。はい、でまあどういうことかっつうと、まあちょっとパソコンの新部品が届いたんだけど、まあマザーボードの不具合で、まあちょっとね、僕今ノートパソコンで動画を撮ってるんですけれども、まあそんな感じでちょっとね、新しいマザーボードが来るまでノートパソコン生活を送る羽目になったというところで、今ブルーなんですけれども、ゆく年くる年キャンペーン開催のお知らせ、まあ、俺をね笑顔にすることができるのかローウェイみたいな感じでね、お前に負けるなら悔いはないさ状態にしてくれるんかいというところで、今回はこちらのゆく年くる年キャンペーン開催のお知らせ見てみたいなというふうに思います。まあ22日までだっけ、ガチャが終わるのって、うん、だから、まあ、それに続くようにですね、ゆく年くる年キャンペーンだから続いて半額がこっちになりますよみたいな感じなのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、始まるということで、ちょっとこちらの方を見ていきたいと思います。ゆく年くる年キャンペーン開催、期間中毎日10連以上最大200連無料&100連以下でもガチャガチャじゃんけん勝利で回数が2倍&最終日は必ず200連無料。あ、最終日は必ず200連無料なんだ。笑顔になったわ、めっちゃ笑顔になったわ超笑顔になった、期間中毎日ログイン時にルーレットが回転しますと、まあ、明日からだよね、22日から始まるって話だったんで、止まった回数分無料ガチャで、無料でガチャが引ける毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーン他、年末年始ももっとグラブルを楽しんでいただける各種キャンペーンを開催いたします。おー、でっかいのいきなり一番手前に持ってきましたね、うん、で、全体開催期間が2019年の12月22日の0時、2020年の1月5日までの、あ、でも2週間足らずみたいな、あ、2週間か、まあ2週間ぐらいか、ちょっとバトりてえな、しっかりとな。で、毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーン、期間中毎日のログイン時無料で10連ガチャが引ける回数が決まるルーレットを回すことができます。初日のみ、12月21日の0時ん?20… あ、0時か、あー、12から23のん?ってことは、あ、今日の夜かそこそこ。で、次ガチャガチャじゃんけんについてで、ルーレット無料10連ガチャ1、2、3、10回に当選した場合、ほう、1、2、3、10回に当選した場合ガチャガチャじゃんけんが発生することがあります。勝利した場合無料10連ガチャをルーレットで当選した回数の2倍引くことができます。まあ、これはなんかあれだね、あのお風呂とかに、銭湯とかにあるさ、じゃんけんあいこで、あいこでみたいな感じの、あれだな、グーチョキパーが出てくる、あの簡素な機械感が出てるな、いいね。で、ガチャガチャじゃんけんの勝敗は口述のガチャピンゲージの上昇量には影響いたしません。ルーレットで無料10連ガチャ20回ガチャピンゾーンに当選した場合ガチャガチャじゃんけんだ、ガチャを引いた時にガチャピンゾーンになった時にガチャガチャじゃんけんが発生しないんだ。で、通信状況や端末状況によってガチャガチャじゃんけんの演出が発生しない場合がございます。演出が正常に発生しなかった場合でもガチャガチャじゃんけんの勝敗の抽選は行われていますと。まあ、だからトップページとかに戻って通信が切断されちゃったりしても大丈夫だよっていうような感じかな。で、ガチャピンモードについて、ルーレットによってガチャピンモードに突入することがあります。ガチャピンモード中は SS レアが出るか、もしくは最大30回、合計300連まで無料で10連ガチャを引けます。うん。で、ガチャピンモードに突入する方法は以下の2種類がありますと。で、まあ、ここのガチャピンゾーンになったら、まあ、あの SSR が出るまでブルブルブルって回し続ける。結構虹色してんだね、この200連。まあ、細めだけどな、かなりレインボーだね。ガチャピンゾーンに当選するとガチャピンモードに突入します。もしくは、まあ、結構ガチャの回数が低いと溜まるがちなんだけど、ガチャピンゲージってやつが最大まで溜まることによって美味しいよって感じだね。で、ルーレットで無料10連ガチャ、1から3回に当選した場合ガチャピンゲージが一定量増加します。ガチャピンゲージは無料10連ガチャ1回を引いた時一番多く上昇、無料10連ガチャ2回を引いた時2番目に多く上昇します。ガチャピンゲージを最大まで貯めるとガチャピンゾーン当選確定のルーレットを回すことができます。で、ムックモード、あ、ムックモードあるんだ。ガチャピンモード終了時にムックモードに突入することがあります。ムックモード中はガチャピンモード同様に SS レアが出るかガチャピンモードと合わせて最大30回、合計300連まで無料10連ガチャを引きます。ムックモードはね、 SS レア 15% だっけ、なんかめっちゃ上がってた気がする。ガチャピンモード中に無料10連ガチャを引いた回数に応じムックモードに突入する確率が変動します。うん。
だからガチャピンモードを、割と早々に SSL は引いて終わっちゃったらムックモードに突入しやすくなる。だから逆にガチャピンモードをこう60連70連まで引いて、でその後にこう SSR 出たよってなったらムックモードは出づらくなるよっていうような感じで言われてましたね。ガチャピンモード終了時、マイページがガチャページへ移動するとムックモード突入の演出が発生することがあります。ムックモード中毎日5時の更新を迎えた場合、ムックモードは終了いたします。で、200連ガチャ無料について、最終日は200連ガチャ無料の当選確率が 100% になります。太っ腹よ、太っ腹ね、太っ腹出てますね。いや、いいね。ちょっとなんか最終のガチャ どうなるんだろうな。前回はディスペアとアゾット、バンピーと闇ジャンヌダルクピックアップがなんかこう無料最大100連で回せてたから、まあ結構そういう感じだったんだけど、そうだね、コルルピックアップがいいな。なんかこう優秀なキャラ解放武器とかがあるといいですね、うん。最終日期間が1月4日の5時から1月5日の4時59分。キャンペーン期間中に200連ガチャに当選した場合でも、キャンペーン最終日は200連ガチャ無料の当選確率が 100% になります。キャンペーン最終日はガチャガチャじゃんけんは発生いたしません。うんうん。だから、まあ、もともとその道中で200連とか引いてたら、最終日100連が引けなかったよっていう仕様だったんですよ。前々回かな。で、前回から、まあ、その最終日はいくら100連とかを道中で引いてても、最後が200連確定になってて美味しいよっていう風に言われてますね。で、次、ゆく年来る年スペシャルスタンプログインキャンペーン。なんかさ、昔はさ、すごいなんか宝鐘石ログボで宝鐘石700個を追加してプレゼントしますとか、なんかすんげえ大盤振る舞いやったけど、最近なんか宝鐘石200個とかだよね。うん、まあここ多くてもなんかうおーってならんもんな。ここがさ、なんかとんでもなく多くてもなんかうおーログインだーとはならんのはなんか悲しいことではあるわ。で、キャンペーン限定クエスト追加、うん、キャンペーン限定クエスト、でもなんか行く年来る年キャンペーン限定クエストちょっと変わったりするのかな。まあ変わんなさそうだけどな。で、EXPRP1.5倍キャンペーンは 1.5 倍だと、2倍じゃなくて 1.5 倍だね。6周年イベントで、2倍になると思うから、まあ、僕RPXP 貯める、今ここで上げるかどうかはちょっと悩みどころって感じかな。で、APBP 半額キャンペーンが来て、フリクエ半額、エクストラ半額、結構据え置きだけど、おサイドストーリー半額キャンペーンも来ましたね。まあ、ここら辺ね、サイドストーリーのアイテム結構美味しいからさ、今のうちにやっておけるならやっておきたいんだけど、忘れるんだよなサイドストーリー、うん、ちょっとなんか今のうちやっといた方がいいかもしれないマジでサイドストーリーで、マルチバトル消費トレジャー半額キャンペーン、これ嬉しいよね、うん、アーカシャ消費1個なのが嬉しいわ。で、武軍の輝き、A の輝き獲得量増加キャンペーン、よろずやサポート、アーカルンパスポート、まあここら辺はあんまり変わんなくて、追加されてんのがサイドストーリー半額っていうような感じかな。いやでもやっぱさ、もう来たか、ガシャピン&ムック、ついに来ちまったな。いや、ということでね、まあ毎年恒例なんですけれども、ガチャピンさんのガチャが来たということで、ちょっと僕もね、ちょっと毎回やるんで、皆さん僕と一緒にガチャバトルしましょう。ドゥドゥルルルルル、俺の勝ちやるんでよろしくお願いしますということで、翌年来る年キャンペーンの内容を見ていくよ動画でございました。ガチャピンマジで楽しみ、笑顔です僕は。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。